MAR-240 は、イスラエル国防軍が1970年代から1980年代頃に、かけて運用した、自走式の多連装ロケット砲である。スーパーシャーマンの車体に 240mm ロケット弾の36連装ランチャーを搭載したもので、1973年の第4次中東戦争、1982年のガリラヤの平和作戦で使用された。 1967年の第三次中東戦争において、イスラエル軍は交戦したエジプト軍やシリア軍から、ソ連製の自走多連装ロケット砲である BM-24 を多数路角した。BM-24 は、ソ連製の66輪駆動軍用トラックであるジル -151、あるいはジル -157-22 連装の 240mm ロケット弾。 発射機を搭載した兵器で、当時イスラエル軍では、この種の兵器を使用していなかったが、抗戦した結果として、その有用性を認め、露覚した BM-24 を自軍の兵器として取り入れた。これらの BM-24 はそのまま使用されたものもあったが、非走甲のトラックに発射機を搭載した兵器であるため、防御力は全く有しておらず、イスラエル軍は、 この発射器を当時余剰化しつつあったスーパーシャーマンの車体に搭載する改造を行うこととした。改造にあたってはイスラエルミリタリーインダストリーズにより油圧式の旋回装置、不行格調整機構を組み込んだ36連装の発射器が新たに開発され、また 240mm ロケット砲弾も露角した BM-24 のものと同等のものを国内で コピー生産する体制が取られた。ベースとなったスーパーシャーマンの車体には少なくとも外見上は大掛かりな改造は行われておらず、砲塔を取り外した砲塔リング部分に旋回式のランチャーを搭載した構造となっている。車体前方の m 1 9 1 9 7 6 2ト、mm、ル機関銃も副武装としてそのまま残されている。この兵器は MAR-240 と呼称され、イスラエル軍の装備となった。MAR は、ミディアムアーティレリーロケット、中型ロケット砲の意味である。MAR-240 は2個の、砲兵大隊に、配備されて1973年の第四次中東戦争で運用され、一定の効果を上げた。しかしながら、MAR-240 の射程距離は、 1> 約1 1トル程度と短かったため、イスラエル軍は約2 0トルから2 5トルの射程を持つ2 9 0トルロケット弾の4連装ランチャーを搭載した自走ロケット砲として MAR-290 を並行して開発しており、1982年のガリラヤの平和作戦では MAR-240 と MAR-290 の両方が 運用された。MAR-290 には MAR-240 と同様にスーパーシャーマンの車体を使用したものとセンチュリオンの車体を使用した改良型が存在するがスーパーシャーマン車体を使用した MAR-240 と MAR-290 の総称としてシャーマン MRL と表現される例もある。MRL はマルティップルロケットランチャー 多連装ロケット砲の意味である。現在ではこれらの車種はアメリカ製の M270 メナテス MLRS によって更新されている。MAR-240 の実写はイスラエル国内のラトルン戦車博物館に展示されている。Wikimedia Commons には MAR-240 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。